伊深彦三郎は、日本の政治家、大陸浪人。明治時代の陸軍工作員であり、衆議院議員当選一回。旧藍津藩士族の出身で、兄に、松平か森の故障から後に選挙し、明治学院総理となった井、伊深梶之じ娘に、藩選死病患者の救済に尽くした、伊深八重がいる。藍津旧やい深家の分家の出身である。父は、 藩校、日清館の学頭でもあった、伊深拓江門。母は、藍津藩が老、西最後を頼む近氏の娘であり、最後を頼む近乗りの、実妹にあたるやよ子。三男の彦三郎は分家の伊深か森行進家で、養子となる。いとこには、山田茂雄、佐世熊哲、最後をしおらがいる。彦三郎二歳の時に、母親戦争が勃発、敗れた藍津藩は都南に移され、 貧困のうちに幼少期を過ごす。あと、上京し、築地にいて英語を学び、1886年には、妻の兄である、荒尾忠氏に共鳴して、中国に渡り、以後は語学を活かし日清戦争では、第一軍司令部通訳官日露戦争でも軍務に従事し、戦後は、清政府に顧問として迎えられ満州開発に従事する。 また一種の工作員として活動したとも考えられている。大陸運動とかかり割りがあり、西郷史郎後に東洋日の出新聞の導人となる鈴木天眼に紹介したことでも知られている。1912年5月15日に福島県軍部から第11回衆議院議員総選挙に出馬し衆議院議員に当選した。1916年4月4日。 北京にて51歳で死去。彦三郎は、終生中国に関心を持ち、全く家庭を帰り見なかった。そのため、後に、反戦死病を発病した娘の八重は一時悲惨な、境遇に置かれることとなる。ありがとうございます。